自分もひろゆきさんの PCA 配布企画に賛同し、マイプレジャー精神で寄付したいのですが、さすがに500万用意できません。数万円の寄付ならさせていただきたいと思ってます。ひろゆうきさんが辞めると思えないので、一度 PCA 配布寄付配信をする予定ありませんでしょうかひろゆきさんの PCA 配布企画に寄付したんだぜと、自己保険欲全開で友人でやりたいです。えっと、配信で、そのスパチャで受け取って、その額を送るというのの企画をやりますかという質問だとすると、絶対やりません。あの理由はですね、例えばトラフィックサバイバーさんが今2000円僕にスパチャをしてくれてると思うんですけど、 スマホでスパチャをした場合に iphone からスパチャをするとまず30%アップに取られますで20%ちょっとぐらい google youtube に取れますなので僕の手元に来るのは1000円ぐらいなんですよなのでスパチャで送られた時点で半額がアメリカの会社に落ちます なので、寄付をするというのは、そのお金をちゃんとその自動用語施設の PC に変えた方がいいと思うので、半額も手数料取られるようなことをするのって、そんじゃねっていうのがあるので、なので、もし寄付をやっんだとすると、他の媒体を使ってお金を振り込んでもらって、そこの振り込み先って変えるとかで、そうすると振り込み手数料300何十円とか400円とかできたりするので、なので、なんか、スパチャで寄付をしますみたいな企画って、基本的に頭悪いなと思って僕は見てますはい。 なのであの VTuber の人とかでも、もしスパチャをするんだったら、パソコンからやってくださいって言うんですよね。で、それあのスマホからやると Apple に30%とか Google に30%とか取られちゃうんですけど、PC からやるとクレジットカードで数量ぐらいしか取られないので、クレジットカードで数量と YouTube の方で20%から30%ぐらいしか取られないので20、20%ぐらいそうやスパチャ送られた側の手元に入る量が増えるんですよ。なので PC からやってくださいみたいなこと言う人がいるっていう。